私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今回は車で1時間程度の近場のところに旅行に行く予定。泊まりがメインというよりは、そこの観光地で遊ぶのがメイン。子供の大好きな水族館もあるし、そこに泊まるのは私たち家族の毎年の楽しみなんだけど。あんないい水族館があるなら早く教えてよ。あんな近場にいい水族館があるなんて知らなかった。今度日帰りで遊びに行くの？泊まりの予定だよ。え？1時間で行けるのにわざわざ泊まるなんてお金持ちは違うね。そういうわけじゃないんだけど、どうせだったらゆっくりしたいし、休みの日は娘との時間に使いたいから。そんなこと言いながらどうせ婚約者の男性とあっちっちしてるんでしょ。子供のことは放っておいて、夜はどうせ2人でせっせと。子供もいるのにそんなことしないから。付き合ってすぐなんてそんなもんだから心配しないで。今年籍を入れるって言ってたけど、結婚してから1年ぐらいはやっぱりお盛んよね。毎日毎日いっぱいしたい気持ちもわかるけど、たまには休憩しないと。下品。ん？話が汚ねえって言ってんだよ。そんなピュアな小学生じゃあるまいし、これぐらいの話普通でしょ。そういう問題じゃなくて不快だって言ってんの。子供がいるのに旅行先でそんなことしないって私否定したでしょ。照れ隠しのやつね。だからその絡みがめんどくさいの。せっかくなるみさんと仲良くなろうと思ったのに。仲良くなるどころか心の距離が開いていることに気づけ。私がなんでなるみさんと仲良くなりたいか知りたい？知りたくない。実はね、私もその水族館に行きたいと思って。だから知りたくないって言ってるでしょ。遠慮しなくてもいいのに。旅行先についてくるって普通に迷惑だから絶対についてこないで。そんな冷たいこと言わないでよ。いつもママ友との旅行でしょ。たまには私と2人で親睦を深めたいとは思わない？全く思わない。私は思ってる。一方通行の片思いだから諦めて。私諦めが悪いことが取り柄なの。迷惑な人。そういうことだから私もなるみさんと一緒に旅行に行くね。どこに泊まるかわからなくても、最悪車の後をついていけばわかるし。言っとくけど、今回の旅行先は私の家族だけじゃなくて、ママ友の家族も一緒に行くんだよ。もしかしていつも一緒にいるゆりさんとひまわりさん？そう。いつも3人で行動してほんと暇だよね。もっと友達の輪を広げようと思ったりしないものかね。社会人になってからこれだけ仲良くなれる友達って貴重だと思う。だから私はあの2人と、もちろん2人の家族ともずっと仲良くしたいと思ってる。あっそ。でもどうせ泊まる部屋は別々で取ってるんだよね。そうだけど、多分寝る寸前まで一緒の部屋にいると思う。そうなんだ。とりあえずわかった。言っとくけど、私に何かした場合、あの2人が黙ってないから。わかったわかった。そうやって遠回しに脅さなくていいかな。遠回しじゃなくて直接的に言ってるつもり。オッケー、牧場任せて。本当にわかってんのか。旅行当日。なるみさん、今日は晴れてよかったね。そうだね。雨が降ったらせっかくのドッグランも使えなくなっちゃうしね。ワンコも連れて行くの？ひまわりの家も私もワンコ飼ってるから、家族一緒に行くのが一番楽しいでしょ。どんな時も一緒の精神、ヘドが出る。別に一人でお留守番くらいさせればいいのに。猫は逆にお留守番させた方がいいって言うけど、犬はそうもいかないからね。そうなの？猫は環境が変わるとストレスがたまるから、1日2日だったら家に1人置いている方がいいらしいよ。ゆりが飼ってる猫ちゃんは今日実家にいるみたいだけど。ふーん、なんかいいね、選ばれし人間は。はい。私生まれ変われるなら、なるみさんの家の犬がいい。だってなるみさんすごくお金持ちで、たくさんいろんなもの買ってくれそうだし。あなたみたいなわがままな人はお断りよ。生まれ変わりと言わず、今からでもなるみさんに寄生しちゃおうかな。気持ち悪いこと言わないで。冗談よ。なるみさんと仲良くなりたいだけ。前回も言ったと思うけど、それはあなたの一方通行の片思い。私は1ミリも思ってないから。そんなこと言うのはひどいわ。だってあなたは私の肩書きやお金が目当てって顔に書いてんだもん。それ被害妄想って言うんだよ。なんとなくわかるんだよね、お金目当ての人って。はぁ、まあいいわ。とりあえず旅行先で一緒におしゃべりしようね。お断り。セコモの2人がいるから、私には近づけないと思ってね。そんなの無視無視。
数時間後、なるみさんとお近づきになりたくてお酒持ってきたよ。子供たちはもう寝る時間だし、お酒飲もうよ。お酒を飲むのはいいけど、あなたとは飲みたくない。なんで？今回は仲のいいママ友と一緒に来てるの。正直そこに入って来られると気を使うし。私は気を使わないよ。あなたの意見じゃなくて私の気持ちを言ってるの。ふぅ、わかった。いきなり仲良くしようって言っても厳しいよね。やっとわかってくれた。うん。だからお酒だけプレゼントさせて。え？お酒だけプレゼントさせてほしいなって。なるみさんと飲むつもりで買ってきたからぜひ飲んでほしい。もちろん私は邪魔をしないから、ゆりさんとひまわりさん家族と一緒に飲んでね。それぐらいならいいでしょ。まあそれぐらいならいいけど、プレゼントなんて。大丈夫、気にしないで。今までなるみさんに迷惑かけたっていうか、ずうずうしいこと言ってたのはちゃんとわかってるから。私って距離感測れないところがあって、よく旦那にも怒られるんだ。そうなんだ。だからそのお詫びとしてちょっとしたお酒のプレゼント、もちろん美味しくなかったら捨ててくれても構わない。そこまで言うんだったら分かった。今から部屋に持っていくね。30分後。バーカ、騙されてやんの。その酒飲んだらベロベロになって明日絶対起きれないよ。ってことで支払いよろ。誰が払うか、このアホが。え？だから支払いなんてしないって言ってんの。お酒飲んだんだよね。うん。ひまわりさんに確認取ったらお酒たくさん飲んだって聞いたんだけど。飲んだけど？なんでそんな普通なの？何が？そのお酒マジでヤバいやつなんだよ。一口飲んだだけでもベロベロになるくらい、お酒強い人でもヤバいくらいのお酒なんだよ。そんなものをプレゼントで渡すなんて何考えてんのよ。だってそうすれば明日なるみさん起きれなくて支払いを押し付けれると思ったから。残念だったね。私が酔っ払ったとしてもお酒に強いひまわりは酔わないよ。あのお酒は本当にヤバいの。ひまわりさんが酒豪だっていうのは聞いてたけど、それ以上にヤバいって。だから絶対にあの酒を飲んだらみんな酔っ払うはず。ひまわりはある特定のお酒だけには弱いけど、それ以外は水と変わんないよ。そんな、この支払いどうするのよ。なるみさんに支払いを押し付けて逃げるつもりだったから。めちゃくちゃルームサービスとかマッサージとか頼んでて。旦那さんに報告しておいたから。は？支払いできないなら旦那さんに頼まないといけないでしょ。だから私は頼んでおいた。なるみさん？だいたい人に迷惑かけるなんてよくないでしょ。もっと連合を頭につけて考えなさいよ。は？あなたって何度注意しても聞かないし、まずは桜の花びらを頭につけて盆踊りして、その後にお手手を牛して牛さんとこんにちはだね。なるみさん？なるみさん酔っ払ってしまったみたいですね。普通の感じで喋ってるから今回全然気づかなかった。ドキュンの相手をしていたので酔っ払わないように気を張っていたのでしょう。だから聞いてるの。豚さんと一緒にフォークダンスでルンバを使って。なるみさんこれを飲んでください。明日二日酔いにならないように準備していました。私はお風呂しか飲まないの。ああ、だいぶ酔っ払っちゃってますね。今お薬を飲ませたので20分も経てばいつものなるみさんに戻るはずです。ああ、よかった。せっかくの旅行だからなるみさんとまだ食べ飲みしたいし。私もです。さてと、このゴミクズはどうしてあげましょうか。なんだ、酔っ払ってたのか。びっくりした。でもこれで当初の私の計画は遂行できる。ゆりさんももちろんお酒を飲んじゃったんでしょ。今は平気に思えても後から酔いが回ってくるわよ。私は全然酔っ払ってないんですけど。は？あと、ちなみに私は先ほど露天風呂に行っていたのでお酒は飲んでいません。ゆりはお風呂が気持ちいいからってもう一回入りに行ったもんね。だからゆりはお酒飲んでませんよ。すごく美味しいから飲んで。酔っ払わせて支払いを任せようとしてたじゃないですか。何のことかな。とぼけても無駄ですよ。とぼけるとかじゃなくて本当にわかんないの。隠さなくてもいいです。だから本当に何のことか。私はなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。ん？なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して過去も調べ上げるヤバいストーカーなんですよ。だからゆりは死神と呼ばれてます。死神ってのは聞いたことあるけど全く意味わかんないよね。言葉通りの意味で、なるみさんに迷惑をかけたらその人の命を刈り取るんです。
そんなのないない。漫画の読みすぎ。私たちが住む地域では離婚や行方不明または怪我人が多いと思いませんか？確かに多いけど、バカがはしゃいで怪我しただけでしょ。それにしたって人数多すぎませんか？他人なんか興味ないし。そうやって興味を持たなかった結果、あなたが今度は駆られる番になる。じゃあ具体的にどんなことをしたのか教えて。そうですね、拷問しまくったり、手足の一部を奪ったり、被験体として実験したり、お化けが出る廃墟に向かわせてそのまま存在が消えたり。他にもいろいろあるよね。でも言い出したらキリがないし、思い出すと怖いからやめとこ。そんなのどうでもいい。私都市伝説には興味ないから。なるみさんお酒飲んでフラフラになってるし、ゆりさんもどうせ本当は飲んでるんでしょ。だから酔っ払って意味がわかんないこと言ってるんだ。本当に飲んでませんよ、ゆりは。ひまわりさんも意味わかんないこと言ってるのは酔いが回ってるから。ひまわりさんの場合は酔っ払ってなくても変なこと言ってるけど。なんか遠回しにディスられてません？なるみさんに迷惑をかけようなんていい度胸ですね。明日は朝一早起きして、あんたたちより先にここを出る。そうすれば支払いを押し付けることができるのよ。だいたい旅行に来るのになんで支払いしないつもりなんですか？今回の旅行はね、親と来てるの。ご両親と？私の両親じゃなくて旦那の方だけど。旅行に連れて行けってうるさいのよ。自分の親でもないのになんで親孝行しないといけないの？自分のポケットマネーからお金を出すのは嫌だったから、なるみさんに出してもらおうと思って。人のお金を頼りにするなんて本当に恥ずかしい人ですね。ましてや私のなるみさんに手を出すなんて。なるみさんにとってははした金じゃん。自分たちだってどうせお金出してもらうつもりなんでしょ。そんなことしません。いつも3人で行動してるのはなるみさんにお金を出してもらうためのくせに。私たちはなるみさんのことが好きで、なるみさんと一緒にいたいと思って行動しているんです。あなたと一緒にしないでください。綺麗な理由でも汚い理由でも一緒にいたいっていう気持ちは同じ。邪魔するっていうならあんたたちの子供痛い目合わすわよ。これはもうダメだね。はい。やれるもんなら何でもやってみなさい。今回のお仕置きは？なるみさんにお酒を飲ませたのですから。そうですね、体の中でお酒を作っていただきましょう。は？え？闇の施設で最近流行っている人体ろ過ワインがあるんです。人体ろ過ワイン？何それ？真っ暗な部屋で鎖で動けなくした状態で全てを管理します。食べるものから排泄からお風呂まで全て。あなたには専用の食べ物を口から入れ、専用の薬を注射器で注入し、あなたの体から排出されるものはあなたの体からろ過され絞り出されたワインになります。え？でもそれってつまり人間の？何それ、気持ち悪い。今このワインがすごく人気なんです。でも簡単に作れるわけではないので希少価値が高く、ワインの元になってくれる人間を募集していたところです。はっ。やっぱり酔っ払ってるんじゃない？シラフでこれを言うから怖いんですよ、ユリは。私そんなの手伝わないからね。あなたに拒否権なんてありません。人間としてではなく、物を作る機械として永遠に管理されてください。自分で歩くことができないくらい、手足は細くなり逃げることもできません。ああ、骨折とかしてギブス巻いてると、そこだけめちゃくちゃ足とか手が細くなるもんね。そんなの嘘よ。そんなことできるはずない。それは身をもって体験してください。それではいいろ過人間生活を。ぎゃー！ずるい。え？なるみさん、酔いが覚めるまでもう少しかかりますから待っててください。何がずるいんですか？ずるい。なるみさんかわいい。ゆりんごとひまわりんごは二人とも最後はりんごになるのに、私だけなるみんご、私りんごになれない。ずるい。二人だけずるいよ。ゆりにクリティカルヒット鼻ジブ。大丈夫ですよ、何もずるくないですからね。ずるいもん。ほら、なるみかんで果物ぞろいですよ。ね？えへへへ、みかん好き。やーん、なるみしゅん。ゆり？何ですか？動画を撮るのに忙しいので邪魔しないでください。何でも先回りして行動を読むより、
ていうことは、なるみさんがこうなると分かってお酒を飲ませたんじゃ。黙秘権を行使します。やっぱり。その後、花見さんは私に支払いを押し付けようと思ってたみたいだけど、ゆりが飲ませてくれた薬、お水のおかげで私はすぐに酔いが覚めた。酔っ払ってる間の記憶はなくて、ゆりが動画を撮ってたみたいだけど、絶対恥ずかしいから見ないことにしたよ。その後は家族みんなでお酒を飲んだり楽しんだ。私たちは次の日も泊まりの予定だったんだけど、花見さんは私たちに支払いを押し付けることはできず、結局全額払ってた。その後はゆりに連れて行かれて、人間ろ過装置になったはず。自分では何もできず、他人からお世話される毎日。自分の排泄したものを誰かが、もう嫌だ嫌だ。彼女はきっと泣き叫びながら後悔してるはず。よくよく考えれば、調理過程とか知らないものって結構あるでしょ？私たちがいつも何気なく食べているものって何でできてるんだろう。いや、表社会を生きている私たちが変に考えることはないよ。ね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。